こんにちは、カメラマンの宮川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は今こそオールドデジカメを使おうというテーマでお話ししていこうと思います。はい、今日はですね、今こそオールドデジカメを使おうというテーマでお話をしていこうと思います。リコーの CX2 という、以前も紹介したことあるんですけども、カメラが今手元にあります。このカメラが発売されたのは2009年ですけども、今でもですね、現役で僕がバリバリ愛用しているカメラです。スマートフォン全盛の現代において、コンデジを持つ理由をあえて見出すことというのはなかなか難しいとは思うんですけども、少なからず僕が写真を撮る上でのモチベーションとして、やはりカメラで撮るということはとても重要な要素であると思っています。例えば現実的な意味で言えば、スマホの方が携帯性や画質も優れていますし、撮った先からその場で加工してすぐに SNS へアップロードできます。しかしそれだけでは説明できない何かというものが、やはりカメラというものにはある気がします。それはカメラを作ったメーカーの方々の熱意であったり、写真に対する思いというものがカメラには込められているからです。この CX2 の特色としては、シーンモードに搭載されているハイコントラスト白黒というものがあって、手焼きの銀影写真のような流暢感があって、力強くもあるんですが、かつですね、少しフェードしたような柔らかさも備えたモノクロ写真を撮ることができます。現代のリコーの GR にもハイコントラスト白黒は搭載されてるんですけども、黒の締まりやシャープネスが強くて、CX2 の雰囲気とはまたちょっと違います。また古いデジカメというのは、今のようにプラスチックパーツばかりで作られているわけではないので、意外にですね、金属のパーツが多く使われています。ですので使い込んでいくと塗装が剥げて、ヴィンテージカメラのようないい風合いになります。性能の面で言えば、今のデジカメと比べたら足元にも及ばないスペックです。ですがこの時代の頃のデジタルカメラというのは、メーカーごとの個性がとても強くてですね、面白い写真が撮れるカメラがたくさんあります。なのでみんなとちょっと違う写真が撮りたいとか、スペックの競争はもういいよという方は、逆に古いデジカメに回帰していろいろ買って試してみると、面白い時代に出会えるかもしれません。僕はたまたま古いサイトを検索していた時に、とても引きつけられるモノクロ写真に出会って、これ何で撮ってるんだろう、フィルムで撮ってるのかなと思って、そしたら、2009年に発売されたリコーの CX2 だと知って驚きました。そして先ほどもお話したように、プライベートで今でも愛用していますし、サブでも4台持っています。特に他のカメラを使う気にもならないので、おそらく所有している5台が全部壊れるまで使うのかなと思ってます。そして2010年に発売された写真家田中長徳さんの GXR ワークショップという本があります。この本の中では、 GXR、GR デジタル3、CX2 という3機種がですね、取り上げられているんですけども、実は田中長徳さんがジーンズのポケットに入れて一番持ち歩いていたのは CX2 だとおっしゃっています。現代の似たような写りは飽きたよっていう方は、ぜひですね、古いデジカメを発掘していただいて、今の自分に合った1台を選び出して、自分の個性を発揮していただければなと思います。そして皆さんと一緒に密かにオールドデジカメブームを起こせればなと企んでいます。いかがだったでしょうか。今日は今こそオールドデジカメを使おうというテーマでお話をさせていただきました。 SNS のフォロー、 YouTube のチャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カメラマンの宮川でした。バイバイ。